令和元年9月26日、阿蘇の秋の味覚、赤戸漬けの漬け込みが阿蘇市で行われました。食品加工を行っている阿蘇おふくろ工房では、赤戸芋の茎を水洗いし、塩で手もみして、横2メートル、縦 1.5 メートルの漬物桶に手際よく漬け込んでいきました。赤戸漬けは、少し独特の酸味がある阿蘇特産の漬物で、生姜醤油やマヨネーズなどで食べると歯切れがよく美味しいということです。また、皮を剥いた赤戸漬けは赤みを帯びていて、馬刺しのように見えることから、畑の馬刺しと呼ばれています。漬け込んで10日もすれば、美味しい秋の味覚、赤戸漬けの新漬けが出来上がります。阿蘇おふくろ工房の話では、工房の職員も高齢化が進み、赤戸芋を栽培する人が少なくなったので、農家から赤戸芋の茎を買い入れて赤戸漬けを作っているということです。出来上がった赤戸漬けは1キロ1200円でおふくろ工房で販売するということです。